はいどうも皆さんこんにちは。今日は2022年の1月の22日だったよ。そうですね、1月22日、日曜日でございまして、久々の撮影となりました。3ヶ月か4ヶ月ぶりかなくらいかな。というわけで今横浜市の旭区と緑区の区境あたりで今立っているところは、僕は緑区ですね。多分確かそうだよね、ここは緑区で、この中原街道の向こうが旭区ということになるでしょう。であの道の左側が多分緑かな。四季の森法令王が朝日でこれからちょっと中山の方に用事があって四季の森公園を通って行こうと思います。で今そうそう沖縄展やってて、なんか今月いっぱい1月31日まで沖縄展がこの法令王の2階で、フェアやっておりまして、で3品茶買ってまいりました。これを飲みながら歩いていきたいと思います。これ160円ぐらいしたかな、ちょっと高めですけど、神社で買えばもっと安いんだろうけど、でもまあいいでしょう。沖縄の味を、楽しみながら味わいながら中山の方に向かっていきたいと思います。どっちから行こうかな、こっちね、こっちから行こう。先ほどの、フォーレオからすぐ歩いてすぐのところに長坂谷公園というところもあります。そこでよく昔はたこ揚げなんかしてましたね。で上敷の森公園の方へと向かっていきます。このカーブってなんか不自然だけど、なんか川は関係ないか、何なんでしょうね。実はですね、僕がこの、撮影をしばらくサボってたのは理由がありまして、実はこの持ってるカメラめちゃくちゃ重いんですよ。めちゃくちゃというのはホームビデオの中では重いクラスになると思いますけど、4年ぐらい前に買ったソニーのこれなんてハンディカム、形式は分かんないですけど、まあそれは重くてですね、ちょっと腕がちょっと変になっちゃった、うまく動かなくなってしまいまして、これはまずいということで撮影はしばらくお休みしてましたが、このところ調子良くなってきたんで、まあ長い時間持ちすぎなんだよね。だからちょっと手短に今日は行こうかなと思います。リハビリですね、いわゆる。さあ四季の森公園が見えてまいりましたよと。さあ四季の森公園やってまいりました。ここは駐車場、土日、祝日は有料ですね。平日は無料です。ちなみに前払い510円するんですね。じゃあ噴水の方から行ってみましょうか。あ、今日はこの時間は吹いてないですね。これ何時までやってんだろうね、噴水が。あ、今故障中かな、そうみたい。そんな感じですね。あ、何工事してる、これいつまでやるんだろう。ジャンボ滑り台はあるんだ。じゃあちょっと回っていかなきゃならないって感じですね。展望台の行く階段が改修工事か。まあ今日は四季の森公園の紹介じゃないんで、ただまあちょっと通って中山駅の方に行ってみようかなっていう感じでございまして、ここなんかよくねお座敷いてお弁当食べたりしてましたね。今日人少ないですね、日曜日だというのに。まあ寒いからかな、冬だもんね。今日はまあ寒いくらいですね。今5度か6度ぐらいなのかな、ちょっとわかんないけど、まあそんなもんだと思います。時刻は15時17分、少ないな本当。でもいい公園ですね。これ県立なんですよね。実はもともとはこの土地は、マンションが建つということだったんですけど、それはもったいないということでこの地形を使って、公園にしようということでバカでかい公園が完成したということです。で何年か前も何
のマンションになるって、前の県知事の時だかな、誰だか忘れちゃいましたけど、その時に再度マンションにするっていう構想があったんですけども、やっぱり住民、この近隣住民の反対に遭い、公園が維持されることになりましたということで、そうですよ、ここちょっとマンションにしちゃったらもったいないよ。でも将来的に分かんないね。地下鉄のグリーンラインがね、もうちょっとこっちのまで伸びてきたらちょっと分かんないですね。あれ早くズーラ車まで伸ばしてほしいですけどね。今中山止まりですからね、日吉から。さて、まあ、すぐ行くとあっちの事務所なんかある門に行くんですけども、何門って言うんだっけ、分かんないけど、あっちに行かないでこっちの田んぼの方に行ってみましょう。トンネルをくぐってさっきの道を下を歩きます。田んぼはこちら。ここは照明がないんですね。気付けてないだけ。いや、ないな、照明自体は短いから、いらないっちゃいらないか。でも照明だった方がなんか あるんだ、あることはあるんだけど、つけてないんだな。夜になったらつくのかな。なんかキャラメルのような石畳を歩いてるんですね。ちょっとこれはベビーカーなんかだとすごく歩きづらいでしょうね。押しづらいでしょう。さあ、ここは中山中学。今日は土曜日、日曜日なのでお休みです。さあ、坂を下って田んぼが見えてまいりました。いつかちゃんとここの公園紹介したいなと思うんですけど、でもYouTuber のジョウスケさんがもうやってるんで、僕の出番はないかなっていう気もしますが、まあ僕なりの、ね、視点で紹介するっていうのもいいのかな。さてさて、これは井戸、故障のため使用禁止。まあどうせ使えない、飲めないですけどね、この井戸は。さあ、これは、大見学所神山小学校の生徒さんたちが、体験するんですね。稲作作りを。これは森の大小学校。1とあるから2があるのかな？こっちは2かな？神山小学校は向こうの方にありますね。で、この 森の大小学校は向こうの方にあります。ほんで、ここの左近山、あ、そこにいましたね。なんだっけ、中山中学は神山小学校と中山小学校と森の大小学校、中山小学校ですね、これは中山小学校と、あと森の大小学校の3校の、卒業生が集まってるのかな。四季の森小学校、四季の森小学校ってあったっけ。ありました、光川子団地の方ですね、旭区かな。もっと言うと神山小学校って何か、緑区か、あれは中山小学校も緑区ですね。中山中学というと、なんだっけ、パフィーのなんとかさんが出身校なんですね。でも場所はここじゃなくて、今中山小学校がある位置、中原街道の方にあるんですけど、そっちが、そこの校舎は、その場所が、その元中山中学 でここに新しく中山中学ができて、その元中山中学の、校舎を使ったのが中山小学校ということでございまして、まあ記録的には、ね、ここの中山中学校の卒業生なんですけど、場所的には今の中山小学校の位置にある校舎を使ってたって感じですね。そのパフィーのなんとかさん、ごめんなさい、名前までわかんない、パフィー世代なのにねえ、 CD もの名前と思ってたんですけど、アジアの純真とか、あとなんだっけな、パッと出てこないや。で、あっち向こうが中原街道で、中山中学校のグラウンドですね。今日は部活やってないんだね。なんかテストかなんかで休みなのかな。え、テストのだったっけ、1月に。まあ何はともあれ、ここで四季の森公園は、僕は今日通った北四季の森公園はここで終了でございます。住宅地を通って、はい、駅の方に向かってみましょう。どうやって行くんだっけ、この細い道を行く。どっちでもいいんだよね。あ、こっちから行きましょう。
さあ、杉山神社にやってまいりましたよ。実は僕、初詣っていつもここなんですよ。今年も元旦に行きました。何十分かけて歩いてくるんですよね、僕。何十分かかったんだろう。まあ、友達のね、お墓も寄ったりしたから1時間以上かかったのかな。まあ、そんなことの中で中山駅に向かって歩いております。さてさて、そろそろ中山駅が見えてまいります。用事が済んだらセンター南でも行こうかな。はい、中山駅へとやってまいりました。はい、僕の用事があるのはこの先です。あれ、こんな離れてたっけ。実はですね、メガネ屋さんに用事がありまして、僕のメガネ壊れちゃったんで、ちょっと直してもらおうかなと。周囲は嫌ですね。あれ、どこだっけ。そこだと思ったんですけど、あれ、もしかしてなくなっちゃった。あ、それはそこだ、そこだ。八木さんすごく親切でいいんですよ。ここでメガネ買ったんですけど、作ったんですけどね。はい、ではでは、今日はこの辺で